こんにちは、高橋貴子です。今日はですね、天気も良かったので、私の自宅の庭、こういうね、騒ぎになる前にですね、ちょっと庭の手入れとかをしてまして、こんな感じでお花のエリアとかもあるので、中でねずっと作業をしていると息が詰まる感じになるので、庭があってよかったなとか思いながら、ちょっとカフェタイムは庭で行おうと思いまして、やってます。今ね、外出、お風が強い、外出禁止令とかですね、出たりとかで、皆さん非常に大変な中でやってらっしゃると思うんですけれども、現状は把握しながら、それでもやっぱり未来に向かって動いていくっていうことが私たちがやるべきことなんだろうと思うので、仕事の状況もねいろいろと変わっていってると思うんですよ。だからこそ変化を取り入れて新しい形での動きも考えていくっていうのがおそらく今の時期には必要なんじゃないかなと思いまして、そんな、知恵をね皆さんで出し合って前に向かっていけるように動いていけたらいいなと思い、日々奮闘中でございます。はい、なので皆さん頑張っていきましょうというメッセージをお伝えしたくて動画を撮ってみました。もうすぐ4月になりますけれども、一番厳しい時期を乗り越えて、上半期、まだいろいろとねあるかもしれませんけれども、今できることをやるっていうことで頑張っていけたらいいなというふうに思ってますので、皆さんで頑張っていきましょう。それでは。